こんにちは、パラタインです。本日は夏のストリートスナップ特集です。はい、というわけで、すっかり暖かい日が多くなってきましたので、夏に使えそうな、参考になりそうな海外のストリートスナップを今回は8枚集めてきました。夏は暑いからなかなか重ね着とかできないし、長袖長ズボンじゃなくいられないので、おしゃれのしどころが難しいかと思いますが、今日の紹介する8枚を参考に、皆さんももっとこれからのおしゃれにつなげていっていただければいいなと思っております。早速1枚目からいきましょう。1枚目はこちらです。さて、おいかにも暑そうですね。いい晴れた日です。表情も絶妙ですね。で、まあ、服はもう見ての通り、メインは明らかなジャンプスーツで、まあ、結構長ズボンだし、ジャンプスーツお腹のところも空いてないから暑い可能性はありますが、これは結構生地自体が薄手で、割と春夏用のジャンプスーツなのかなというふうに思います。左胸のとこ、ディッキーズの可能性があるなと思ってますが、ディッキーズですかね。ディッキーズに見えますね。そうですよね。で、まあ、色も、まあ、白はファッション的に結構着こなすの難しいし、黒だともっと重たくなりがちなところを、こういう薄手の生地のネイビーのジャンプスーツっていうのは程よく明るさもありつつ、おしゃれに見えてすごいいいジャンプスーツだなっていうふうに思いました。で、まあ足元は暑いからなのか、スタイリングのためなのか、ロールアップしてるし、袖のところもロールアップしていて、割と季節感もうまいこと出せてるなというふうに思います。まあ、これだけだと寂しいので、左手にはブレスレット的な何かをつけてますね。で、イヤホンは有線です。なんか最近有線のイヤホンをあえてつけてるみたいなファッショントレンドがあると聞いたりしますが、彼も有線のイヤホンを使ってますね。で、まああんまりおしゃれおしゃれしすぎてない、まあ、バックパックも片手で適当に持ってるようなところが、逆にスタイリングの雰囲気が出てていいなと思いました。まあ、ジャンプスーツなかなか持ってる人少ないかもしれないですけど、こういう薄手のネイビーの生地感っていうのは春夏の一個アイテム選びのポイントになるんじゃないかなと思います。いかがですか？いや、ジャンプスーツって難易度高いですよね。まずやっぱ持ってないですし、普通は、まあね、けど着てると結構おしゃれだなって一発で思いますよね。インパクトが強いアイテムですね。確かに、はい、あ、そうだ、友達がトーガとディッキーズのコラボのジャンプスーツを買っていて、この春夏だったかな。それでこの間ご飯行った時にそいつがそれを着てきてたんですけど、めっちゃかっこよかったです。生地はジャンプスーツってかっこいいんだ。そう、めっちゃかっこいい。生地はね、このスナップよりももうちょっと分厚くてワークっぽいガシッとした感じだったんだけど、ベルトが腰のところについてて、トーガのいかにもトーガのベルトだったのと、なんか暑い時とかは上を脱いで腰のところで袖を縛って、あ、長袖だからね、長袖の袖を縛って中の上は T シャツになるみたいな着こなしもしてて、いや、かっこよかったですね。なるほど、ぜひ試してみたいですね。はい、ぜひどうぞ。というわけで2枚目に移ります。2枚目はこちらです。まあ、これは難易度なかなか高いんじゃないかと思いますね。特に下半身、この下半身のバランスは一般人じゃないですね、この人は。絶対になかなかこのデニムの色と丈と、ハイカットのブーツを合わせるっていうのは発想にもないし、やろうとも思わないんで、これは上級者だなと思いますが、まあ、結構このショーツみたいなちょっとボリュームのあるショーツに対してボリュームのあるシューズで合わせるっていうのは他のブランドのランウェイとかでも使われていて、まあ、ショーツが大きいのに対してペタンコのスニーカーとかだとなんかバランスが合わないことがあるので、意外と夏にもこういうボリュームのある、まあ、これはかなりボリュームありますけど、ちょっとそこソールが厚いシューズとかボリューム感のあるシューズっていうのは夏でも結構活かせるなっていうふうに思います。まあ、この方はもう全部すごすぎてこれを真似しましょうっていうのはなかなか難しいんですけど、まあ、色味の話でいうと黒基調ではありつつ、パンツの淡いアイスブルー的なやつから羽織ってるスプリングコートみたいなのもちょっと青みがかっていて、まあ、トーンが統一されていてうまいことレイヤードが楽しめてるなっていうふうに思いました。まあ、これはでも難しいですね。おしゃれですけど自分がやろうと思ったらなかなか難しいスタイリングだなと思いますが、どうですか？そうですね、やっぱデニム、ハーフデニムって難しいですけど、こうやって着こなせるとかっこいいなって思いますね。確かに。デニムパンツね、ハーフデニムパンツ買う予定はありますか？いや、私はないです。あんま着こなしてる人見かけたことないかも。
そう、ハーフデニムをおしゃれに着こなすって結構難しい。まあ、もうちょっとグレーのさやつとかだったら割と取り入れられるかもしれないけど、こういうブルー系のハーフデニムはもっと難しい気がします。なるほどね、確かに。はい、まあ、ただいいですね、このバランス感いいですね。ショーツに対して上はもうコートとかも着ちゃって、靴もボリュームのある、もうパンツ以外は全く夏じゃないっていうのがいいですね。なるほど、確かに。はい、というわけで3枚目続いてはこちらです。あ、これ結構私は好きです。おお、なるほどね。すごいかっこいいなと思いました。なんか別にコレクションに出ていけそうなクオリティ。まあ、上半身の特徴がすごいですが、まあ、まず下半身のこの安定感ね、このデニムの色合いと太さと、まあ、長さと、このシューズ足袋みたいになってますけど、このレザーシューズのバランスはめっちゃいいなと思いました。まあ、この下半身をされたら上はもう何でも T シャツでも何着ててもかっこいいだろうなと思ってるところに、この網網のメッシュの生地のこの白いやつ、いやこれは全体的にすごいいいですね、うん、この人の顔もしてやったりみたいな顔してますもんね。うん、これめっちゃいいね、確かにこれいいよね、うん、すごいよこれは。まあ、これで歩いてたら上半身セクシーすぎるかもしれないけど、そうだね、何なんだろうね、普通にニットっぽい感じなのかな。まあ、多分網網のニットじゃない、結構いろいろなブランドからこういうの出てるから、中になんかタンクトップ着たり、あの、うんうん、スポーティーなさ、どっかのバスケチームのユニフォームみたいなタンクトップ着て上からこれ着るみたいなとかあったりする。なるほどね、どんぐらい涼しいのか気になるね、これね、真夏とか涼しそうだよね、日差しをちょっと避けつついい感じな気はする。試してみたいね。アミアミ素材も割と最近は流行ってきてるような、毎年ちょっとずつ増えてきてる印象だから、うん、もっとこれからも流行るかもしれないですね。なるほど、いいですね。はい、続いてはこちら。ああ、これね、こちらはまた難易度高めの、ある意味高めな着こなしですが、まあ、この T シャツは店頭に置いてあってもなかなか手に取らない方が多いんじゃないでしょうか。何のモチーフか分かんないけど、うん、この写真映画？映画かな、分かんないけどね、ぽさはある。結構夏だからこそ T シャツって秋冬に比べて数を持てるアイテムというか、なんか一個こういう遊び心入れるには T シャツってすごいいいオプションだなと思うから、まあ、別にこれじゃなくてもいつも白黒が多い人でもちょっとポップな青とか挑戦しやすいアイテムかなとは思いますね。まあ、この人はカジュアルになりすぎないように下半身とかもスーツぐらいめっちゃフォーマルだし、顔もなんかこんな T シャツ着てるとは思えない真剣な眼差ししてるからそういうところにこういう T シャツをワンポイント入れるっていうのはいいかもしれないですね。なんか写真撮る場所もうまいよね、ちゃんと青い屋根のところで。確かにどこで色拾ってんだよなずるいなこれは。これはずるいよ。まあまあ、でも確かに青い T シャツとかっていうのは夏ならではの味が出せていいんじゃないですか。そうだね、青い T シャツか、確かにね、あんま持ってないけどこうやって色があると夏はみんな白 T に黒短パン履くからさ、基本的にはそうちょっとね変えたいなって思うよね。いや、ぜひラルフとかも青 T シャツ出してて着てたわ。あ、そうなんだ、へえ、いいね。T シャツ特集とかもいつかできたらいいですね。そうだね、うん、さて続きまして、あ、これすごいお気に入りです。かっこよくないですか、てか難しくないですか。おー、これさ、スマイリーフェイスだね、かわいいこんないかついのに。あ、ほんとだ、ニコちゃんマーク全然見てなかったけど、おびただしい数のスマイリーフェイスがいや、これはすごいでしょ、今日一かもしれない。個人的にはショーツの着こなしで紹介したけどさ、まあ、このショーツって一般人というか、うん、ファッション初心者が選んじゃダメなショーツってなんだよ、どう考えても、うん、ちょっと変態感あるもんね。変態感ある、ほぼパンツだし、丈も短いし裾幅も全然ないし、生地もテロッとしてて絶対に着こなしづらい、うん、これに普通の無地の T シャツとか着てたらパンツもったいなって思うようなアイテムなんだけど、まあ、それをうまくこんなに活かせるかっていう感じだね。何から言っていいか難しいけど、うん、まあ、色で言ったらもう完全に黒と黄色の2色に統一されてるじゃん、バッグとかキャップとか靴とか黒と黄色で全部統一して、で、まあ、このボリューム感が全然ないパンツに対してトップスのインナーもさ透けてるよね、これもシアー素材というか、ね、シースルーみたいになってて、うん、めっちゃ透けてる。しかもこの胸元の空いてる感じ多分タンクトップ的なやつだよね。そうだね、だこれ多分上脱いだら変なことになるだろうけど、着てるから完成させられてるっていう、うん、このシャツも透けてるもんね、別によく見たら。確かにシャツも透けてるな、全部透けてんな、ね、うん、あ、本当だ、シャツ透けてんね、ニコちゃんのとこ以外腕見えてるもんな、すごいな。いや、そう、これすごいバランスだよね、上じゃあインナーも
羽織ってるシャツもどっちも透けてる素材で、やっぱショーツに対しては長袖シャツがやっぱり一番合うなとこれを見ても思いますね。私はそうだね、間違いない。さまざまな動画で言ってますが、やっぱりショーツには上はシャツが一番ですよ。で、まあ、この拾い方は難しいけど、まあ、透け感がある素材もこうやって長袖で重ね着しちゃえば、まあ、あんまバレないし自然な感じにまとまってるのでいいですね。そうですね、まあ、基本アイテムは真似しやすくていいですね。そうね、柄とか素材は特殊だけど、で、あとこういうちょっと癖あるスタイリングする人ってさ、必ずこの人で言うとキャップにサングラスにかなりゴツめのネックレスしてたりと、ね、こういう小物使いが絶対効いてると思ってて、癖のあるスタイリングやってる人が、ね、なんかあえてやってる感が出るというか、おしゃれ感が出るためには、うん、こういう小物を使うことで他の変なアイテムすらもあえてやってますっていう感じが出てまとまるんだろうなと思いました、うん、そうね、はい、今日の MVP です。これは個人的にデニムの人が好きだったけどな、今のところ。あ、デニムの人ね、あれも難易度で言ったらめっちゃ高かったもんな。雰囲気良かったね、あれも良かった。じゃああと2枚はティモシー君なので15秒ずついきます。はい、1つ目のティモシー君はものすごいシンプルですね。全身ブラックで、まあ、これはパンツのボリューム感がいいなと思いました。あとは地味にこのメガネが効いてるなと思います。ソックスとグルカサンダルはまあ適当だなというふうに思いました。次のティモシー君は下半身がピエロみたいだなと思って持ってきました、まあ、理由適当すぎるって。夏に上を無地になってしまいがちな人はまあ、パンツ1個アクセントがあるやつ春夏用に持っててもいいんじゃないかなと思って持ってきました。他はベーシックアイテムで合わせるとまあまあまとまって着こなせると思うので、ここまでじゃなくてもパンツに柄物を持ってくるっていうのも一つ夏の着こなしのポイントかなと思って持ってきました。はい、ティモシー君は以上です。いや、これなんか T シャツファミマのテロテロのやつっぽいな。 T シャツはだいぶテロテロだね。ね、こう見るとやっぱテロテロじゃないのって大事なんだな。そうだね、がっしりした感じ大事だ、うん、なるほどね。というわけで本日の春夏ストリートスナップ紹介いかがだったでしょうか。夏のおしゃれは難しいですが、まあ、小物使いだったり色使いだったり工夫するポイントは意外と眠ってますので、ぜひこれからの季節暑い中でもおしゃれにかっこよく毎日過ごしていきましょう。何か一言ありますか。いや、やっぱ今度ミュール特集やるんですけど、あのデニムにさっきレザーシューズ挟んでた人いたじゃないですか。長ズボンにミュールってめっちゃかっこいいなって最近思ってて、ぜひ皆さんお楽しみにしといてください。あ、なるほどね、お楽しみにしてください。それでは本日はこの辺で、さよなら。パラタインでした。ありがとうございました。